レジスタンスの諸君ごきげんよう。ほっ、カイロ・レンだ。日本政府に告げる公的書類における年号の使用を今すぐ廃止しろ。いい加減西暦に統一しろよ。わかりづらいんだよ。去年運転免許更新したんだが、更新期間が平成35年になっててくっそ紛らわしかった。人生は31年で終わってんだよ。なんだよ35年って。わけわからん悪習のせいで架空の歴史ができちまったじゃねえか。もうこれタイムパラドックスだろ。せめて確定申告の書類と免許は西暦表記にしろ。タイムパラドックスといえば、ネットフリックスで配信されたタイムパトロールボーン、めっちゃ面白かったな。お前ら見たか？ドラえもんの外伝作品のタイムパトロールが、まさか主役のアニメが作られるとはな。あ、これ解説パートなんですけど、タイムパトロールってドラえもんの映画シリーズなのにたびたび登場する架空の組織なんですよね。無許可でタイムトラベルして密漁する恐竜ハンターや、人類史の歴史改変を目論む時間犯罪者を取り締まるドラえもん界最強の武装組織なんですよ。登場作品はいろいろあるんですけど、リメイク作である映画ドラえもん新のび太の日本誕生でクソ可愛い隊員が登場してめちゃくちゃ話題になったんですよね。これリトルスターウォーズの次に名作なんでおすすめです。で、このタイムパトロール実は割といい加減な組織で、ドラえもんの世界には工事法っていう法律があって、それに基づいて活動して設定なんですけど、これがかなりガバガバで、未来デパートの道具を21世紀に密輸しているドラカソの話にしていたり、原始時代を牛耳ろうと企んだギガゾンビを逮捕しておきながら、キメラを量産したり日本史にがっつり介入したノリカスはおとがめなしっていう、およそ公的機関とは思えない不公平な組織なんですよね。ちなみにタイムパトロールは部署がいろいろあって、ドラえもん本編に登場する人たちは犯罪捜査課で、この TT 本に登場するのは人命救助家らしいです。まあそれはともかく、今作ネトフリ版 TT 本は原作の漫画があって、藤子 F 不二雄生誕90周年作品として全3部作のうち一番面白いと言われる第1部リーム編がアニメ化されたんですよ。実はこのアニメドラえもん本編とつながりがあって、価値勢にも刺さるギミックがあるんですけど、動画終盤でそのあたりも解説するので、気になる人は最後まで見ればいいんじゃないかなと思います。ということで、今回は藤子 F 不二雄誕生90周年アニメ、ネットフリックス独占配信タイムパトロールボーンをレビューしていく。まあ一応ネタバレは控えめにするからよろしく。あらすじ。中学2年生になる少年波平ボンは、テストで毎回50点も取るという、何をやっても平均しか取れない平凡な学生生活を送っていた。そんなある日、友人宅で遊んでいたボンはひょんなことで友人と口論になり、アパートから転落死させてしまう。激しく動揺するボンだったが、突如時間が停止。リームストリームと名乗る謎の少女が現れ、時を巻き戻し、一連の事件をなかったことにしてしまうのだった。どうやらリームは未来のアメリカから来た少女で、タイムパトロールという組織に所属しており、人類史に影響のない非業の死を遂げた人物を選出、救助活動を行っているらしいのだ。タイムパトロールの機密保持のため歴史から抹消されかけるボンだったが、実は人類史に貢献する重要人物だったことが判明してしまう。そこでリームは法規的措置としてボンをタイムパトロールへスカウト。仮入隊したボンは相棒リームと共に古代エジプト、中世ヨーロッパ、第二次世界大戦など様々な時代と場所を行き来し、悲劇に見舞われた人々を救う救助活動を始めるのだった。人類の歴史と悲劇の物語、壮大な時間の旅が今始まる。いやー、すっげー面白かった。本編のドラえもんより好きだ。
未来デパートから何でも取り出してくるポンコツの青だぬきと違ってタイムパトロールに支給されてる装備のみで救助を行うから道具に頼りきらない展開じゃないのがすごくいい。一応本作品は R16 プラスに指定されていてドラえもんの絵柄なのに普通に流血シーンや死亡シーンがあってかなり衝撃的な作品だ。しかし話自体の完成度が高く救助先の歴史によって一話一話の雰囲気が違うから全12話全く飽きなかった。本当に素晴らしいアニメだった。藤子 F 不二雄の SF の定義といえば少し不思議なという歌い文句で有名だがタイムパトロールボンはガチな SF だった。隊員の規則やタイムトリッパーや時空婚とかの設定がかなり作り込まれてて感心した。そうだな、俺が好きなエピソードは第二次世界大戦をモチーフにした完成度が高い第8話の戦場の美少女と歴史パートとギャグのバランスがいい第11話のマラトン大会戦かな。いや、しかしやはり最終回の超空間の漂流者が一番良かった。危険な任務で人類が滅亡した数万年後の地球で遭難する話なんだがあの絶望感や世界観がたまらない。90年代の SF 作品特有の不気味さも兼ね備えているエピソードだった。スターウォーズの短編パロディも作ってたし藤子 F 不二雄って本当に SF 作品好きなんだな。彼の真骨頂を感じた気がする。特に面白いのが時空間に対する姿勢で例えばハリウッドのヒーロー映画だとはありがちなんだが過去に介入するとろくでもないことが起こるっていう風潮があるよな。スパイダーマンやフラッシュとかがそうだな。だが今作はタイムパラドックスに対して過剰に騒ぎ立てることもなくガシガシ物語を動かしていくのが好印象だった。というか工事法とタイムパトロールの規則をガン無視して歴史を動かしてるからな。もうガバガバすぎるというかむしろギャグになっているのが面白かった。実は一箇所だけすごい突っ込みたくなるシーンがあった。さっき話した第8話の戦場の美少女なんだが主人公のボンが日本兵から14式拳銃を取り上げて真顔でマガジンから弾抜いてスライドを元に戻すシーンがある。あいつ何者だよ。マック坂井よりスムーズだったぞ。旧日本軍の実銃とか使い方分かるやつ今の日本にいないだろう。弾倉の確認までしてるし扱い方が慣れすぎてて鳥肌が立ったわ。ヒロインたちが可愛すぎる。これは触れておかなきゃいけないポイントだな。現行のシンドラシリーズってキャラデザがガチリすぎてて女の子が可愛いと話題だがタイムパトロールボンの女の子はやばい。マジでレベルが高すぎて新シリーズの静香ちゃんが霞んで見えるレベルだった。原作のキャラデザこれだぞ。どんだけ本気出してんだよスタッフ。リームとか本当に中学生か怪しいレベルだもんな。デザインもさることながら中身も凄まじかった。ちょっと成熟しすぎてる。まずスカートが短すぎるしボンの裸姿見ても一切動じてない。だいたいボンの部屋に入り浸ってるし恐竜時代にバカンス行った時のエスコートの仕方とかどう考えても男慣れしすぎてる。未来のアメリカのティーンエイジャーって進んでるんだな。ドラえもんバトルドームも出た。さて今作のタイムパトロールボンと本編ドラえもんとの関係だがおそらく完全に繋がっている。というのも新ドラえもんの映画作品でタイムパトロールボンの主人公組が登場しているのだ。それが冒頭にも紹介した映画ドラえもん新のび太日本誕生。2016年に公開されたかなり評価が高いリメイク作品だな。この映画のラストでタイムパトロールが登場してギガゾンビを逮捕するんだがその時に出てくる隊員がリームやボンたちに酷似している。公式だと見た目が似ているとはぐらかされているんだが髪型や目の色が同じだし何よりテレビの字幕だとリーム隊長とはっきり表記されているらしい。もうこれ確定なんだよな。つまり時系列順で並べるとタイムパトロールボンのアニメ終了時にリームは昇進して特異現象処理科へ移動。ボンは救助科の生隊員になり離れ離れになる。しかしその後原作の漫画でサブヒロインのユミコがタイムパトロールに入隊して物語が進むわけだが映画を見る限り原作終了後は3人とも昇進して犯罪捜査課へ移動。ドラえもんの作品に登場したという流れになるわけだ。いやーすごいな。タイムパトロールボンの最終話急に終わってかなり切ない思いをしたがまさかドラえもんの過去作に繋がっていたとはな。8年越しの伏線が綺麗に回収された。アニメスタッフなかなか味な真似をしやがるな。
ということで今回のレビューは以上だ。マジで面白い作品だったからガチでおすすめだぞ。お前らも見てみろ。おそらく続編が作られるだろうが、続きが気になって仕方がないから原作の漫画を買うことにした。なんか全2巻の新装版と全3巻に分かれた藤子大全集版があるんだが、これどっち買えばいいんだ。新装版の方がコスパ良さげなんだが、なんか評価低いんだよな。とりあえず両方カートにぶち込んでおくから、藤子ガチ勢がいたらどっち買えばいいのかコメントで教えてくれ。それでは諸君、さらばだ。